と昨日エベレスト見といてよかったな。うん、今後のエベレストに関して。そうだね。いやあれすごくいい映画だったね。イメージできた。いやすごくいい。いやあーそっかサウスコールあれかみたいな。やば。でみんな止まってたじゃないですか。止まって待ってたじゃないですか。うん、ああやっぱたまにはこういうこともあるんだなとかと。あれは止まって待ってたっていう天気の回復を待ってたところ。ああそうなんですかあれ。うん、あ張られるの待ってたんじゃないんですね。張られるって何？要はのロープなかったじゃないですか。先張られてないとか言って。あのサウスコールじゃなくて左ステップ。あ左ステップ。そうだよ。左ステップは張られてなかったみたいな。うん、だからまあ要はそういうこともあるんだなとか、うん、あと例えば酸素もないこともあるんだなとか、うん、そういうの事前に分かってる方がいいじゃないですか。ね、あれ補助の水筒はないんだっけ？ああそう置いてきちゃったんですよ、ね、何もないんです。何もないんです。オッケー。じゃあ大丈夫。ちょっと目的に貯めといて肉食おう。はい。いや本当いい映画ですね。あれだからすぐ出たら DVD ブルーレイで買ってずっと見てようと思って。あれはすごく良かったですね、むしろすごく行きたくなりましたね。そうか。めっちゃ行きたくなりましたね。ああそうか。さすがですね。いやでもだってあの2日要は死んでても帰ってこれるってことですよね、気合があれば。要は2日要は雪の下にいたとはいえ、うん、要はなんかあのテキサスの人帰ってきたじゃないですか。あれは例外だよ。あまあね、でも例外だとしてもですよ、うん、まあ要は千分の一だとしてもですね、うん、だからそういうこともなきにしもあらずってことですね、うんでああなる前に金払って、あそうか酸素ね、スマートに戻った。ああなるほどね。まあじゃあまあさ、まあ酸素10本ってどうですかね、通常の人の場合。そうだね、チベット側で10本とはかなり余裕だね。あじゃあ10本にします。うん。どうしようか。10本にします。大丈夫大丈夫。ダメだったらでもあと万が一のことがあったらもう7000m まで呼びますって。奥さんに言っておきます。何メートルは何？あ飛行機を呼ぶっていう。 あ、何かあったらね。何かあったら、うん、あとは、まあ、あとはもうあれですね、もうちょっと今ねあの本当科学が発達してきてるんで、うん、もう正直手足ぐらいはねちょっと覚悟してないと。いや手足は、ええ、をなくしてまで登る価値はない。あそうですか、うんうん、やっぱりあ今もうほんとスマートに登った方がね、そうそうそう、